返していただけると幸いです。まもなく発車いたします。ここで奥の席に座ってください。次の手を振ってお伝えください。ちょっと大きいね。進行方向左手で、直方市の皆様、また JR 九州社員によるお見送りがございます。どうぞお手を振りください。JR と直方市とね、頑張りなんとか明日したら乗らねえ、乗らねえ、携帯もここのボリューションしてたから、買ったばっかり、まあね、ほらあれやの、まあ柄は柄で、なんか、ほら、保証サービスとか入ってるな、あれはもう、あれよ、専用のゆうちゃんが、環境効果とかいいの、なんか、買ったばっかりとかやったらね、新しい、全く同じものと交換してくれたりするサービスあるよ。今、本当です、本当だ、でも、ロコとしたりするとね、なんか俺たちと行くわけないからいいよ。でも、携帯これぐらいの高さから、他にポーンと落としてたから、そこにやさらないけど、なんか、まあ、いつもなら、カバンの中入れてるんやけど、ポテトからかけて、カバンなんか、カバン落ちたけ、それから出る、で、いつもならこう、チャンプしてるから、たまたましてなかったやん、とりあえずこのケースで、この辺のも見られたけど、ここあるよ、変わらないね。改めましておはようございます。本日は筑豊北九州ラウンドトレインにご乗車くださいましてありがとうございます。今回直方市様、田川広域観光協会様、川崎町観光協会様、また七光様のご協力によりSL 人吉の客車を使い、初めて直方発筑豊本線、鹿児島本線、日田彦山線、ご当地線経由で一周する企画団体列車が実現いたしました。本日はかつて筑豊本線を走りました50系客車が改造元となりました。この SL 人吉の客車にご乗車いただき、鉄道文化価値の高い五市港駅を経由いたしまして、昭和の原風景が残る
北江湖三線五島線を通りまして、昔懐かしい客車旅をどうぞお楽しみください。これより先皆様の行程を簡単ではございますがご案内させていただきます。その前にまもなく筑前植木駅を通過いたします。皆様の進行方向左手で堂形市の皆様が SL 人吉の客車を歓迎しております。ぜひ進行方向左側にご注目ください。進行方向左側に掲げられておりました。それでは皆様の行程をご案内させていただきます。次の黒崎駅でご乗車のお客様がいらっしゃいます。黒崎駅でご乗車のお客様がいらっしゃいます。門司港駅には9時58分到着予定でございます。門司港駅到着後、門司港レトロ等の自由散策のお時間がございます。門司港駅のサイドの集合時間は11時35分となっております。お時間に遅れることがないよう、お越しください。その後西条署駅におきまして、皆様の昼食の積み込みがございます。石光様の、特製ランチボックス、西条署駅の到着予定時刻は12時58分です。その後にご用意をさせていただきます。田川後藤寺駅到着14時2分、終点堂形駅の到着は15時23分を予定しております。何かご不明な点がございましたらお近くを通りますスタッフまでお知らせください。ソーラーになった。